やっぱり悪魔の実か。そうなのです。実は私、数十年前に一度死んだんです。よみよみの実とは、よみがえる、つまり復活人間というわけで、二度の人生を約束される、なんとも不思議な能力。一度だけなら死んでも生き返る能力ってことか。そして私、その昔はあなたたちと同じように海賊だったのです。お前も海賊？そうなのです。私はその昔、私の乗っていたさっきの船で仲間たちと共にこの魔の海へ乗り込んできたのです。しかし運悪く恐ろしく強い同業者に出くわし、戦闘で一味は全滅。当然私も死んでしまった。生きている間はただ金槌になるだけの読み読みの能力でした。ついにその日、実の能力が発動しました。私の魂、読みの国より現世に舞い戻ったのです。おめえと仲間との約束ってのは一体何なんだ。あった、昔我が海賊団の仲間をある場所に送り込んだのです。致し方ない苦渋の別れでしたが、その場所へ必ず帰ると固い約束をして我々は船を出しました。そしてこの海で全滅。彼との約束を果たさぬままに、船で一人生きながらいた私にはこの結果を彼にちゃんと伝えに行く義務。約束の岬で再会を誓った仲間の名はナブーン。死んでごめんじゃないでしょうに。男が一度必ず帰ると言ったのだから。改めまして、私、死んで骨だけ名をブルックと申します。夏木と申します。通称アナウタのブルック、懸賞金3300万ペー、音楽学研剣士、骨身を押します。頑張ります。私、生きててよかった。